ミルクサッカーアカデミーの上でございます。ノーミルク佐藤でございます。今日の収録どうしましょう。今回はセレッソ大阪です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、セレッソでございますけども、どんな内容でしょうですか、はい、今日のポイントたくさんあります。はい。丸一。はい。まあ、正直こういう時期ですからね、まあさ。うん、うん。どうやらセレッソ、まあ、来年の U23 がなくなることも含めて、うん、ああね、人数を大幅削減するみたいです。はい、ああ、なるほど、やはり。うん、まあ、しょうがないですね。はい、大幅。そして、丸二。ロティーナ監督が、はい、あと1試合です。まあ、多分これが、はい、この動画が出る頃には試合が終わってると思いますけど。うん、なるほど。はい。なりますと。はい、でその代わり、来年どうやら、クルピなんじゃねえかと。目下のね。はい。あの、これしかもですね、収録直前の話なんですけど、クルピさんが、ご自身のツイッターかなんかで、なんかセレッソの写真を上げたというのがチラッと、うん。あら。これも決まりじゃねえかと。匂わせ遺跡ですか？匂わせですか？匂わせ就任ですか？なるほど。何のために言わすんでしょうね。ねえ、じゃあそうですね。ほぼほぼちょっともう、有力な説ですね、もうね。そうですね。はい、で、そう考えてきたときに、はい、一体誰が残って、誰が出ていくのか、うん、誰が来るのか、そのあたりを今日は考察していきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは図出してみましょう。こちらです。ドン出ました。はい。まあ、多いよね。人数多いですよね。それやっぱり2チーム分組めないといけないわけですから。うん。はい。半分ぐらいになると思います。人数が。まあ、しょうがないですね、はい、ですよね、まず。U23 なくなるんだから、そりゃそうなんです。はいはい、まあ、ということでね、うん、まずはヒョの味方からね、いきましょう。はい。はい。ゴールキーパー、ピンクです。青がセンターバック。水色がサイドバックやらウィングバック。はい、オレンジが守備的ミッドフィルダー。うん、黄色が攻撃的ミッドフィルダー、はい。黄緑がサイドアタッカー、ウィンガーになり、緑がセンターフォワードとなります。はい。縦軸が年齢並びに生まれ年ということになっております。オリンピック世代ごとに4年刻みで分かれております。はい。そして、各名前のですね、縁取り黄色い線、これは主力。ピンクの線、それはそれに次ぐ選手ということになります。はい、はい。そして選手の左側に星マークがある方は、レンタルでどこかに行っているよ。レンタル、右矢印がある方はレンタルでどこかから来るよ。そんな選手となっております。で、はい、うん、見ていくと、うん、まあまあ、各ポジションずつ行こうかと思いますが、はい、まあ、ゴールキーパーからですね。はい。まずゴールキーパー、キム・ジンヒョンっていうところがちょっと圧倒的すぎて、安定株ですよね。ねえ、うん、怪我でもない限り変わることがないですから、うん、はい、はい。ちょっとだから後ろ、下3人ですよね。若手組にちょっとチャンスを与えられてないってのは、うん、まあ課題点としてある。うん。うん、でも、まあ来年も、まあこのままいったら ACL も可能性はあるんですけど、はい、まあ現段階まだ、ね、その、最終節の前に我々撮ってるので。今日はね、18金曜日の、18金曜日の夜撮ってますからね。そうなんですよ。はい、なんでまだわかんない部分はあるんですが、うん、まあ3人中1人抜けるぐらいだったらまだどうにかはなるかなと。はい。いったところです。さすがに3人とも抱えてられる状況ではないと思っていて、なるほど。1人はどこかに最低限でも貸す、うん、もしくは売るという形にはなるんじゃないかなとはちょっと思っておりますと。うんうんうん、なるほどですね。でも、キム・ジンヒョンいれば問題ないんでね。うん、この、キム・ジンヒョン、アン・ジュンスのこの指定関係みたいな僕で、ね、割と好きだったんですけどね。いねえ、うん、ここ残んじゃなきゃ、だから長い選手あたりが出るとかってのはあり得るんじゃないかなと勝手ながら思ってますけどね。でしょうかね。はい。はい、続いてセンターバックでございます。はい。レンタルの2人、庄司、森下は多分戻ってこない可能性は高そうです。そうですね。長崎と松本なんじゃないかなと思っています。はいはい。まあ、っていうのも、うん、やっぱりより若いところに、タビア、西尾って言っても、西尾選手はもう U23 卒業して、はい、トップチームのもうサブベンチメンバーに入ってますから、なるほどね、もうさすがにかな。さらに、北海道コンサドーレ札幌からセンターバック、進藤良介選手がどうやら加入の形になるので、はい、戦力ですもんね。いわゆるね、2019年には日本代表になってて、まあその後日本代表自体の活動ないから何とも言えないですけど。即戦力なんてもんじゃないですね、もうね。そうですね。現役日本代表クラスと言っていいですから。で、その代わり、木本選手か、どうやら名古屋グランパスに行くんじゃないかという話になっており、はいはい、それでもやっぱ結局はヨニッチ、瀬古、進藤、さらに氷川にタビラ、西尾といますから、ちょっとまあ問題にはならなそうだなというのはありますね。はい、はい、はい。はい。うん、まあ、海外移籍、瀬古選手あり得るかもしれませんけど、うん、まあ、唯一言えばそれぐらいと。なるほど。はい。はい、続いて今度はサイドバック、水色行きましょう。はい。まあ、6人いますが、ここもおそらく2人減ることになると思いますと。うん、でそのうちの1人がおそらくは船木選手になりそうで、うん、まあ、これもジュビロか、また違うチームに行くんじゃないか。はい。で、
右サイドバックが松田選手だと U23 のは吉成選手、はい、で左が丸橋選手と片山選手になりそうなので、うん、おそらくは今年ね、鹿島から新届出に一度戻った上でセレッソ加入した小池選手が、うんまあ、J1 の他のクラブとか、うん、J2 クラブあたりに移籍してもおかしくはないのかなとは、うん、で分かりますね、ここはね、といったところ。ただここも4人いるんで、はい、うん、で人数も削減する方向であれば、人数となんか誰か1人取るってわけでもないですから、まあ、それはそうですよね、うん、で4人いれば問題ないんで、はい、と考えればまあ納得はするかなっていうところですね。なるほど。で続いて今度は守備的なミッドフィルダーでございます、はい、ここもアウトはちょっと多そうで、すで、うん、にご自身で明言されたのが、ボランチのレアンドロ・デサバト選手。ああそうなんですか、出てくって、はい、出てきますと。ああそうですか。僕なんなら清水とかありそうかなと思っていて、はい、ロティーナ監督自体が清水行くんじゃないかってちょっとささやかれてるんですよね。ああそうかそうか、そういうことね。でちょっとロティーナチルドレン的な部分もあるので、はいはいはい、そのままスライドしてもおかしくないかなといったところ。さらにやっぱ U23 でずーっとやってきた西本選手、はい、ちょっとトップでは3試合ぐらいしか経験ないんで、さすがにそろそろなっちゃうかなっていうのも思うところですね、はいはいはい、なかなかトップで経験積めなかった秋山選手の移籍も考えられるところでございます。なんで3人、または島村選手の京都復帰もあるので、実際ここ今7人いるけど、ぶっちゃけ3人ぐらいになってもおかしくなさそうですか。ただここにもう1人加入がほぼ決定的な選手がいて、はい、サガン鳥栖ミッドフィルダー原川力。おお、はいはい。一応なんかフリーの移籍に分けは契約はもう延長しない形なんで、はい、あれらしいんですけど、とりあえず鳥栖からはもうほぼほぼ決定的っていう話が出てるので、うん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 、来季は原川、藤田、まあ、奥のあたりでボランチやってことになるのかなといったところですね。はいはいはい。ただセレッソ実は、これマーさんちょっと見ていただきたいのが、はいはい、皆さんもね、これ黄色い部分、うん、これ J1 の例えば他のチームであったりとか、特に J2 なんてなってくると、はい、黄色いこの縁取りが23、4歳のところにあるのがほとんどになってきてるんですが、あーなるほどね、セレッソ実はちょっと高くないですか、うん、そうですね、確かに30代前後になってますね、うん、そうなんですよ、30歳前後、はい、でセレッソ実はあのクルピ監督が前辞めてから、うん、はい、ずっと主力の平均年齢が上がり続けてるんですよ。なるほどね、確かにこインパクトが強いメンバーですからね、うん、この辺ね、そう、なかなか切りづらいっていうのも確かにあるんですけど、はい、そうなんですよ、なかなか大体やっぱり上昇を続けていくチームってある程度こう年齢どっかで下げる傾向があるので、はい、うんうん、そうなってくると多分今回の監督刷新っていうタイミングでは一気にその主力の平均年齢落とすんじゃないかと思うんですよね。なのでもしかすると藤田選手の移籍も考えられるかもしれませんと。なるほど。もしかするその代わり原川に託すって形はありそうですと、はいはいはい、うん、続いて今度オフェンシブミッドフィルダー黄色いきましょう、はいはい、ここが大変です、うん、今レンタル出ている前川選手中島選手あたりはちょっとそのまま山形新潟移籍の形は高いかなと思うんですが、うん、はい、なんと柿谷陽一郎、うん、ロックオンです。ああどこが狙っている、そうなんですよ、はい、名古屋グランパス、おーおーおーおお、なんならとまだまことしやかな部分ですけど、はい、ガンバ大阪。おおおなんかね、柿谷さん的には、はい、どっかでプロである間に宇佐美とやってみたいっていう願望があるらしいんですよ。はあ。いや、天才の共演。いやいやいや、面白いですけど。面白いですけど、大変なことになるんですよ、セレッソがそうすると。セレッソでしょ、だって。そうなんですよ。おうおうでも、ただ、正直な話、今回風間さんっていう新しい役職がね、はい、できて技術委員長って、ね、はい、そう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 、うん、で結構その人数刷新するぐらい削減するぐらい、世代交代とかになるとってことだよね。そうなんですよ、お金もだから必要っていうふうになると、はい、もしかしたら名古屋にいい価格で売れるんだったら、うん、可能性はゼロじゃないかもしれない。なるほど。でも柿谷、うん、陽一郎ほどね、セレッソ愛を明言してる選手もそんなにいないわけで、他でやろうかなっていうのもあるけども、そうなんですよ、やるでしょうね。でもね、J1 の場で、そうなんですよね、活躍の場がないとなれば、そうなんですよ、だからちょっとここ激震ですね、彼がどうなるか次第で。サポーターとしてはあの僕もあのユニフォーム以外似合うのかなって思っちゃいますけどね。ねえ、この間最後のパスもすごい綺麗を見せてましたしね。いやそうなんですよね、うんうん、
だからそこがどうなるかですが、ちょっとだから激しいのなんですよね。そして続いて今度黄緑のラン行くと、ここはそんな問題ないかなと思いますが、もうほぼ左清武、右坂本で定着してるのプラス、西川選手もいますから、まあそんなに大きな問題はない。多分福光選手来年は福岡そのままレンタルの J1。山根選手は金沢か、また違うどこかに行くかって形になると思いますが、まあここちょっと必要そうにも思うけど、思えばもう一人人が来るんですよね。はい。ヴェルディから大久保嘉人。おそらく来るんじゃないかと。世代交代や言うてんのに。言うてるけれども、ある意味では、多分将来を見越してだと思います、ここは。なるほど。コーチ業とかってことも多分ここでやってことになるんじゃないのかなと、本当思いますね。ってなるとか、北谷さん動きたくないんじゃないの、より。ねえ、だからそこをどうなのかなって、ね、セレッソ止めてほしいですけどね、どうにかね。ねえ。ねえ。いや、その辺もちょっといろいろあるでしょうね。ねえ。なるほど。そして最後、フォワードでございます。はい。はい、今年で、ブルーノ・メンデスさんが退団になると。はい。まあ、年俸が高額なので、買い取れないぐらいの移籍金ですから、しょうがないかなと思いました。で、今、レンタル出てる沢上選手は山内選手あたりは戻ってこなさそうで、その代わり、はい、いや、安藤瑞希選手が町田から戻ってくるんじゃないかなというのが、なんとなく今出てるところですね。はい。あとはもう一人、韓国のスボン。うん。うんから、オーストラリア代表のフォワード、アダム・タガート選手が、もうセレッソ決まったっていうのが一応、海外ニュースだったらもう報道で出てるので、セレッソは出してないけどもってことで、ね、まだ出してないけど、はいはい、海外でも出てるので、まあ、しかも韓国紙とオーストラリア紙で出てるから、まあ、ほぼ確定だと思いますね、はいはいはい、これは。うん。なんで、徳良鈴木、まあ、アダム・タガート、大久保、で、安藤、藤尾、みたいな感じになってくるんじゃないかな、ストライカー組はと。なるほど。なんなら、豊川選手も2列目とかになってくる可能性はありますね。柿谷、豊川、清武、坂本、西川、みたいな。天才しかいませんね、2列目。高木も。豪華よね。このメンバーに来年のスレッソになりそうなんじゃないかと。世界に世界ね、押し出してるとこだもんね、ここはね、このメンバーね。あとただクルピさんがやってくるってなったらね、いわゆる若い選手好きですから、なんかもっと若い選手使っていくんじゃないか、ね、アダム・タガートと藤尾翔太のツートップとか来年ありそうな感じもしますけど、さてそのあたりがどうなるかですね。セレッソ王朝をね作っていくねえ、そんな感じになるんじゃないかなと。なるほど。今年も決してね、はい、悪くないというか上位に行っていますからね、ここで刷新ってなるのは志の高いやっぱチーム運営強化運営ですね。まさにですよね、そこはね、どうなりますでしょうか。はい、ということでございました。はい、わかりました。ということでありがとうございました。ミルクサッカーアカデミー毎日やっております。ぜひ明日も来てください。チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。井上真でございました。ノーミルク佐藤でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。